皆さんどうも、今回は J1 第4節のアルビレックス新潟対川崎フロンターレについて話していこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。アルビレックスが本物っていうことをこの試合でも証明してみせた試合だったんじゃないかなと思います。保持の局面だったり、長いボールを使ったり、相手を引っ張り出して疑似カウンターのような形を作り出す方法っていうのが本当に優れていますし、 めちゃめちゃうまいなっていうのを何度も何度もこの試合感じました。まずはその局面を話していこうかなと思います。アルビレックスは基本的に下を使いながら 相手をを引っっ張り出すことままずは行っていました対するフロンターレは宮代選手がデン選手でマルシーニョ選手が割とジェームズ選手を意識するような立ち位置を取りながらで渡辺選手には家永選手で島田選手、高選手には大島選手と脇坂選手がしっかりとつくような形を作り出していました。でアルベレックスは選選手と水戸選手とトを かなり高い位置で幅を取らせて、サイドバックを止めていくっていうのが一つのやり方としてあるんですけど。で、ここで、えっと、アルブレックスのいいところっていうのは、この島田選手、高選手、伊藤選手の、この中央のスペースの共有の仕方っていうのが本当にいいんじゃないかなと思います。だから絶対どこかで誰かがフリーになれるような状況を作り出していました。で、えっと、ジェームズ選手とデン選手が結構広がっていくことで、 小島選手とこの3枚の形を作り出しています。で、マルシーニョ選手と宮代選手がこのセンターバック2枚をかなり意識しているので、ここの門を広げることができて、島田選手とコ選手がここに降りてくることで、脇坂選手と大島選手を引っ張り出すことっていうのも割とできるようになっていたんじゃないかなと思いました。だから、立花田選手のところの、この周辺で鈴木選手が降りてきたり、伊藤選手がボールを受けたりっていうことも行うんですけど、どのようにしてそこまで届けるかっていうと、さっきも言った、 ここの3枚で動かしながら、まあ、時たまこの門の先のコウ選手だったり、島田選手を使っておいて、えっと、全体を川杉フロンターレのプレッシングを呼び込んでいます。で、小島選手も結構チートで、ここからマルシーノ選手だったり、ギャガタイエナガ選手だったり、このウィングの上を越すようなパスを高精度で出して、藤原選手にボールを届けることっていうのが多くなっていました。で、ここでコンサーオーレ戦でも見せたようなやり方なんですけど、伊藤選手がこういう風うに降りてきたときに、 えっと、立ナ選手を引っ張り出すことができるんですけどコ選手も寄ってきて逆の島田選手はここまで上がってくるっていうここのこういうローテーションが結構多くてでこのローテーションを行っていくと何が起こるかっていうとやっぱりここのスペースが空いてくるんでここのスペースに、えっと、藤原選手から鈴木選手への長いパスっていうのを出すことが多くなっていましたで鈴木選手はこういうふうに降りてきて藤原選手がこういうパスを受けた時に水戸選手はここに入ってくるんで 山村選手と山根選手を止めることっていうのもできるようになっていて、だからここで鈴木選手がフリーでボールを受けること、割と有利な状況でボールを受けることができていて、で、なおかつ、こういう旋回をして、回しをして、中央のスペースを管理、共有しているので、例えばですけど、ここでボールを失ったとしても、山村選手が出てきてボールを失ったとしても、伊藤選手、甲選手、島田選手で、しっかりとセカンドボールに対してのアタックもできるようになっていて、 でなおかつここから長いボールを蹴っているので、脇坂選手と大島選手、あと宮代選手とマルシーノ選手、まあ、この4枚を引っ張り出した状態で長いボールを使って、えっと、ひっくり返しているので、だから有利な状態でスカンドボールに到達することができるようになっているので、スカンドボールを回収して、そのまま。 攻撃に入れることができるようになっているんじゃないかなと僕は思いました。で、ここからやっぱすごいのは島田選手だったり、高選手、伊藤選手の縦の管理外の出方が本当に良くて、これはセレッソ戦でもサンフレ戦でもコンサドーレ戦でも、特にサンフレ戦の前半なんかはめちゃめちゃそれにサンフレは苦戦していましたし、それをうまく使って、えー、っと、アルブレックス新潟は回避を行いながら、早い攻撃を仕掛けていたんじゃないかなと思います。で、やっぱり、 この試合のポイントとなるのは、やっぱ伊藤選手で、彼の優先順位の付け方と、そこに持っていくパスの精度だったり、ビジョンだったりっていうのは、本当に化け物だなって思いますし、まあ何より彼がボールを持った時の、あの、ワクワク感っていうのは、なんかロナウジーニョを見ているような感じですし、この試合2本ループありましたけど、なんかもう発想がすごい見ていて楽しい選手だなと思います。もう本当に、 見ていてワクワクしますし、アルビレックスサポーターの方々は、彼のプレーに本当にキャッキャーできると思いますした、他サポの僕でも本当に面白い選手だなっていうのは、面白くてワクワクする選手だなって思うんで、このまま調子を落とさず、怪我なく、えっと、プレイし続けてほしいなっていうのは、本当に心から願っています。本当に面白いプレイヤーなんで、ぜひ皆さん、アルブレックスの試合も見てみてください。特に伊藤選手を、 伊藤選手を見るためだけでも本当に価値があると思います。はい。で、えっと、アルブレックスの本当にいいところっていうのは、チャンスがあれば絶対にまずは背後っていうのを、この優先順位を間違えないんで、本当に速い攻撃を仕掛けることができますし、まあ去年 J2 でどのような戦い方、サッカーをしていたかはちょっと僕見てないんでわからないんですけど、なんかカウンターしたいというか引き込んで、えっと、カウンターの局面をうまく作り出せるチームだなっていうのは本当に感じました。 川崎フロンターレは、ここの中央をどかされてしまう。だったり、まあ、前に引っ張り出されてしまっていたんで、中盤を動かされて、スペースを作られてしまうんで、長いパスだったり、セカンドボールの反応っていうのが、半テンポ、ワンテンポ遅れていましたし、まあ、それによって、アルブレックス新潟はしっかりと、効果的な保持の局面から、えっ、ー、と、早い攻撃を仕掛けることができていたんじゃないかなと思いました。 はい、で攻撃の局面、保持の局面っていうのは本当にすごいなと思いましたし、対する守備の局面でもうまいなと思いました。でワ,ンワンプレー、ワンプレー強度が高くて、えー、としっかり走れる選手たちが揃っているんですけど、そのハイプレスとミドルプレスのこの線引きっていうのもいいんじゃないかなと思います。ここれもも、ま、積み上げててきたものがしっっかりととあるる中でで行っていることなんで チーム全体でその線引きの共有ができているんじゃないかなと思いました。だからこそ、所々でハイプレスを行って、で、ショートカウンターまで繋げていくっていうシーンも多くありましたし、これは川崎フロンターレの、えっと、前進のところで、若干スムーズさがないというか、スペースの共有がうまくできていないから、まあ、引っかかるっていう場面も多くあったんですけど、まあ、それでもしっかりと、えっと、アルブレックス新潟は場面場面を選んで、 えっとハイプレスを仕掛けることっていうのができるようになっていました。で、ハイプレスを仕掛けるときは、やっぱり伊藤選手は立ちバな選手、でサイドバックの選手には水戸選手、えっ、ー、と大田選手がしっかりとついていく形を取るんですけど、でここの水戸選手と太田選手は最初 この脇坂選手と大島選手をしっかりと消しながら、えー、と立つ形をとっていて、まあ、こういう形で外側外側に誘導していくこと、まあ、狭いところに誘導していくことっていうのを行っていきます、まあ、だから脇坂選手がこういうふうに降りてきた時にはしっかりと,、えー、と島田選手もついていく形が多かったですしこのついていった時には えっと水戸選手はしっかり山根選手の方まで出ていって、近くを消していく中で、長いボールを蹴らして、ボールを回収ということもできていましたし、宮代選手だったり、家永選手がここに入ってきたときは、しっかりとサイドバックの選手がついていって、迎撃の形を作り出していましたし、で、当然ですけど、この山村選手がボールを持ち出したときに、水戸選手がこういうふうにプレッシングをかけたときは、渡辺選手がジャンプして、ここまで。 捕まえてプレスを完結させるっていうことも行えていたんで本当に狭いところに誘導して人を集めてボールを回収するっていう形もしっかりと作り出すことができるチームだなっていうのは感じましたで一人一人の担当だったり理解の高さっていうのも感じれる一戦でしたしで何よりもやっぱり課題であった 耐耐耐ええれれない耐えれないいいいき苦しい時間ををるっててうこ,とをこの試合でで乗り越えて見せたんで本当にこれからめちゃめちゃ勝てる試合が引き分けじゃなくて勝ち切る試合が多くなってくると思いますし、で、もう一個の課題としてチャンスを決め切ることができれば、本当に安定して勝ち点を積み重ねることができるんじゃないかなと思います。セレッソ、サンフレ、コンサドーレ、フロンターレと本当に 難敵相手にしっかりと勝ち点を拾って、で、2勝2分けという、無敗でここまで J1 に旋風を起こしているアルブレックス新潟なんですけど、マジで面白いんで、ぜひ皆さんアルブレックス新潟の試合も見てみてはいかがでしょうか。本当に面白いです。この試合も僕、楽しませていただきました。ありがとうございました。はい。本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。 ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。